さん、おはようございます。ラーメン役場金高です。和歌山県といえばやっぱり高野山、ここ高野山いい場所ですね。はい。高野町とかいっぱいありますね。はい。高野山はですね、いろいろなものがあってね、三大スポットといえば、壇上伽藍、金剛峯寺、奥の院が三大スポット。これパワースポットです。はい。壇上伽藍もここおすすめですね。はい。いろいろ回ってね。あとはまだまだあります。奥の院もここも絶景かな、絶景かなです。宿坊体験や精進料理食べます。はい。肉や魚は一切使ってません。あとはカフェで一休み、ごま豆腐がおすすめです。どれも豆腐だけでなく、梅も美味しいね。はい。駅舎ホテル、ゲストハウスいっぱい、話題の宿にでも泊まります。龍神温泉も入ってみたいですね。はい。あとはGワークスとか、はい。熊野古道も本当にいい場所でございますね。はい。熊野三山、これ山登りおすすめですね。はい。熊野本宮大社もいい場所ですね。はい。熊野測量大社もいい場所です。はい。熊野那智大社、あの熊野古道も参拝できますね。はい。熊野古道、あとは熊野本宮の温泉、湯の峰温泉や川瀬温泉、渡田瀬温泉いっぱいありますね。世界遺産の熊野本宮館とか、あとはマーブル、あのパン屋さんのマーブル、中の里、お土産も満載です。というわけで、以上と行きたいところですが、ジョジョ教という渓谷も見えます、新宮もございますね。はい。佐藤春雄記念館や、東宝茶屋、あとは中郷店かき氷も食べたいなら、あとは飛鳥神社、あとはまあ熊野古道館、あとは橋折茶、田敷尻茶、あと道の駅も寄ってください。以上です。バイバイ。